おはモーニング。寿司食べたい。まだ寿司か。お前寿司と焼肉ばっかり食べてるなという声が画面越しに聞こえた気がします。優柔不断なので選択肢を絞った結果、この選択肢、行き着くことも多いのですが、一貫10円の寿司屋が新宿にあると聞いて、いても立ってもいられなくなった。寿司の方がコスパ圧倒的と胸を張って言える日が来たのか。本当に看板に一貫10円と書かれている。しかも魚のネタは、ブリ。飲み物を頼めば権利を得られる。飲まねばならない、これは必然。名前のない寿司屋、黒い鉄格子の中で生まれてきたのだろうか。店名が本当に名前のない寿司屋なの。先にはちょっとした煮物もついてくる。寿司屋のこういう一品ってかなりうまいことを私は知っている。よく煮込まれた焼き豆腐と大根、がんもどきっぽい練り物。外気を吸った口の中を優しい出汁で洗い流しリセットしてくれる。整うってこういうことなのかもしれない。始まりの一口。とりあえず10貫、真っ先に頼んだブリが着々と大将の生きた証の芝が刻まれた手で華麗に握られていく。息を呑む。これだけ食べても100円という事実に。回転寿司100円の一皿に該当する。寿司屋の概念がバグり始める。もはや新宿の観光名所と言っても過言ではない。まずはビールを乾杯。この喉をキリッキリに通っていく感じ。美味しい。ビールの泡のようにシュワシュワと私の胸の内に溢れてこぼれそうな期待をブリと一緒に飲み込む。美味しい。ほどほどに乗った脂と一貫10円だからといってぼやけることのないブリそのものの素材の味、そして程よく締められた酢飯とツンと鼻をつくわさび、いろんな要素が口の中を駆け巡ってマイメイドラグーンシアターを見せられている気持ち。私だけのアリエルが口の中を泳いでいる。ビールと合わせたらハッピーエンド。回転寿司も一皿100円でいろんな魚を黄金色の海と一緒に堪能させてくれてありがたいっていつも思っているけど、一貫10円って7皿以上も新鮮なブリを食べられて、なおかつビールを飲んでも1000円いかないことになる。なんなら2杯飲めてしまう。私の心のノートがそれだけ食べて帰って、それでいいの?と道徳の授業を始めてくる。いや、道徳の授業と言い訳してもっと食べたい、飲みたいだけなのかもしれない。いい値段がするネタもあれば30円のネタもある。店内を埋め尽くすメニューの中中から食べたいものを探し出す時間は遠足前の子供の時のようにワクワクするから好き。ただ遠足の記憶ってほとんどない。冷えて固くなった唐揚げの味と、動物園で一人ポツンとゴリラを見つめていたら糞を投げられそうになった記憶だけが残ってる。第2陣、握られてやってきました。食べたいものを純粋に頼んだら活気ない色味になってしまった。やっぱり彩りって大切なんだね。炙りサーモンは炙られたことによって油が表面にじゅわっとにじみ出ていて、トロのように溶けていく。メルト、お願い時間を止めて。しかし結構ブリとソフトドリンクだけを頼んで最大数まで堪能して店を後にする人も多い。ここは救済の場所なのかもしれない。道徳を積んだので次から最大限を楽しむことも許されるよね。ハム太郎、素材の味を楽しみたいのでお塩注文。残りのブリを握りたてで新鮮なうちに塩をつけて食べる。続けて炙り縁側を妹に思いを馳せながら食べていく。縁側。妹の魂の叫びが聞こえた気がした。彼女から縁側が塩で食べるのが一番美味しいと学ばさせてもらった。素材の味を活かせる食べ方を今後も追求していきたい。前もお寿司食べながら話したけど、醤油よりも塩で食べた方が同じ量なのにたくさん食べられるの。醤油の方がずっしりと重く存在感は大きいもののお腹に溜まりやすいの。私は欲張りでもっといろんな魚とダンスを踊りたいから塩の方がたくさん食べられる。そして個人的には塩の方が先に合うと思う。追消滅されていくのがわかる。しめ鯖も身が分厚く素でしまってボディメイクされてる。おいしい。ビールでお腹の中の海の治安を統制しつつ塩辛軍艦溶ける。久しぶりに塩辛は食べたかも。トロットロで味が濃いから海物語にメリハリをつけられる。スーパーラッキー。カニ味噌もトロットロで濃厚。ギュッとカニと海の味が濃縮されている。ローランドの魔法にかかって前向きに歩いてきたカニなんかなって思うくらいにうまし。完食。黄金色、サンセットタイムはもう終了させて限りなく透明にきらめく海シソサワーを注文。純粋をかき乱して梅を練り散らす私はアルコールクラッシャー。おいしい。梅とシソが混ざり合って歴史背景が複雑になって深みが増した気がする。いなり寿司は30円。米でお腹膨れてきたので卵シャリ抜きを注文したら厚焼く卵が2貫。これは嬉しい。ちょっと甘めな可愛らしい卵焼き。甘いしょっぱい苦い酸っぱい、アルコールと組み合わせると味覚の海を旅できる。
エビもシャリ少なめな分、白米と混ざり合うことなくエビに一途になれる。えなり寿司の甘じょっぱい味付けも可愛い。子供心を思い出させてくれる。私はおばあちゃんの握ったお稲荷さんがとっても好きで、いつも動けないほど食べすぎて、結果次の日も動けず学校休んだ覚えがある。そこから稲荷寿司が夕飯の日は次の日休みという自分だけのルールを密かに楽しんだ。最後は本日のブリカマ汁でほっと一息、ブリを心底堪能している自分がいる。一口飲むたびに胃も心もほっともっと、食べ過ぎて興奮していた胃袋の荒波が一気に穏やかな波へと変わる。神様のような力を秘めている。ラーメンをすすって台風を巻き起こすのもいいが、味噌汁をすすって台風の後の静けさを楽しむのもいい。どちらも捨てがたい。現実逃避、甘いデザートを食べて夢の国、血糖値爆上げで夢うつつ、寿司の物語にはいろんな終わらせ方があるよね。みんなは何で締めてる？茶碗蒸し派もいそうだね。日本酒で締める猛者もいたりする。梅サワーって梅自体をおつまみとして食べることもできるからいいよね。ごちそうさまでした。てなわけで、1本10円寿司すごいよね。コスパ最強すぎてびっくりしました。だって15貫までだから150円でブリが15貫食べれるでしょ。でワンドリンクだから普通に即ドリだったら330円くらいで感じです中野の方にも店舗があるみたいだから、ちょっとそっちも気になるなって。最近あったゾッとする出来事聞いて、ポッピー。あのね、電車でホームにいたの、乗りたくて。で、歩いていたら道行く人々が私のことを凝視してきて、あ、この子イケてるみたいな、なんかそういうキラキラなお目みたいな、そういうんじゃなくて、ちょっとギョッとした目で見てきて、何なんだろうみたいな。髪の毛そんなペタペタすぎたかなって思ってたんだけど、違ったんですよ。聞いてください。トイレットペーパーを間違ってズボンに挟んじゃってたみたいで、すごい、もうなんか長いウェディングドレスの裾みたいな感じのね、長さのトイレットペーパーを引きずって歩いてたっていう、まあただそれでだけなんですけど、非常に恥ずかしい思いをしました。皆さんも気をつけてください、トイレットは。まあ誰も教えてくれない世界だったんでね、自分でたまたま気づいたっていう。後ろを振り向いたらトイレットペーパーのレッドカーペットじゃなくてホワイトカーペットができてて、そんなと思ったら自分にね着地していて、私を慰めてくれないの？まだ修行だいぶ冷めて、笑い物の見せ物になって私を慰めて。バリー、この世も終わりの日は寿司食べたいめっちゃ握られた。ポッピー、いかれポッピー。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。10円寿司、ここのお店ネットで調べてもほとんど情報が載っていなくて、もう体当たりで行くしかない、えいやーって言ったら開いてました。いつか中野店にも行って天ぷらの方もね食べてみたいなと思ってます。ほんじゃバイバイ。